Let's check out. 皆さんこんにちは、ちかです。So we have a big announcement today. Drum roll please. Yes, we're having another video contest. 今年もちかとも留学生活の動画コンテストを実施します。今回で3回目。It'll be our third time. We are so excited because you guys always turn in such great videos and we can't wait to see them. 去年は確か5月、6月ぐらいに開催して、もう学校も終わってしまって撮る時間がないですという声が多かったので、今回は少し早めです。動画の提出期限は4月30日なので1ヶ月あります。ちょっと短いと思う方もいるかもしれないですけれど、去年も1ヶ月だけで100本近くの動画が集まったので You can do it。 で今年も去年と同様、ちかともの皆さんに投票をしていただきたいので、ちかとも賞があります。こちらの投票期間は5月1日から5月14日まで。 So even if you're not submitting a video, be sure to help us out。 動画を提出する予定がない方もぜひ一緒に盛り上げていただけたらと思います。概要欄にそちらの投票のリンクを貼っておきます。でもまだギャラリーは5月1日までオープンしないので、今は何もない状態です。でも5月1日からみんなの動画が見れるように、投票もできるようになりますので、そちらをぜひチェックしてみてください。もちろん私の方からリマインドもさせていただきます。で結果は5月下旬に結果発表をさせていただく予定です。 Oh my gosh, I'm already so excited. 留学というテーマ以外に特に何も決まりはないので、何でも大丈夫です。イメージ的には今留学をしていて、留学生の一日みたいな動画を作らなきゃいけないという感じで思っている方もいるかと思うんですけれど、そんなことないです。昔に留学していても、留学はこういうふうにキャリアに役立ったとか、もう少しこういう留学をしとけばよかったなどの体験談もすごくありがたいです。留学って何かしらの目的があってやることだと思うので、実際やることによって何に活かせるのか、どうやって活かせるのか、留学中にこういうことやっておけばよかった、もしくは留学なんて必要なかった、もっとこういうことに時間を当てればよかったという反省ストーリーもあるかと思います。ゆるいトーク動画でも全然ウェルカムなので、いろんな方に動画をシェアしていただければと思います。 OK, now prizes! This is the exciting part, right? ちかとも賞、ちかともみんなで選ぶちかとも賞は私とランチ。 Yay! I hope that's exciting for you. しばらく帰国されないという方の場合は、1時間スカイプなどでお話しできればと思います。 And that's not all! それに加えて5万円分の Amazon ギフト券。 And you're gonna get a little plaque? 今年はきちんと盾も準備したいと思っています。ちかとも留学生活のオリジナル T シャツもプレゼントするので、結構盛りだくさん。 You're gonna get lots of goodies! いつも本当に選ぶのが難しくて、去年からの反省点だと、すごい映像が綺麗、アイディアがすごくいいけれど、表彰する枠がなかったりしたので、今年はちかとも賞に加えてアイディア賞と映像編集賞を追加しました。アイディア賞と映像編集賞に関しては Amazon ギフト券2万円分と特別な盾&ちかとも留学生活のオリジナル T シャツをプレゼントさせていただきたいと思います。今回はちょっと評価する枠がまた新しくなったので、素敵な映像だったり面白いアイディアとかもたくさんお待ちしております。 We can't wait! You guys are always so creative and we want to give prizes to everyone. みんなに何かしらとプレゼントをしたいなと思って、参加してくださった皆さんにちかとも留学生活のステッカーをお送りするので、 You get something! でもまあ何が一番大事かというと、やっぱりそういうみんなで協力して一緒に情報を発信をすることによって、誰かのためになったり、誰かに大事なきっかけを与えたりすることじゃないですか。まあ、留学経験がない私はなかなか留学について語ることができないので、皆さんの力を貸していただきたいです。 Now, I couldn't do this without you, so I need your help. And last but not least, 今年も素敵な企業賞もいくつかご用意しております。まずはマイクロソフト賞。今年もマイクロソフトさんにご協力いただき、 Surface のラップトップと Surface Go を1台ずつプレゼントさせていただきます。贅沢。でキャンブリー賞、去年もご協力いただいたキャンブリーさんからは、今回もサンフランシスコにあるキャンブリー本社でのお仕事体験を1週間旅費込みで、去年はシアトルから動画を提出してくれたチームがキャンブリー賞を優勝して、そのチームのうちお二人が実際お仕事体験に行きました。そちらの様子もちかとも留学生活のチャンネルにアップされていますので、どんなものだろうと思ったらぜひそちらをチェックしてください。これめちゃくちゃいい体験だなって思って
見させていただきました。エアアジアショー、エアアジアさんには今年初めてご協力いただくんですけれど、なんとクアラルンプール行きの往復チケットをプレゼントさせていただきます。私何人か友達がクアラルンプールに行っていて、なんかすごくいいって聞いてたので、いつか行きたいなと思ってたので、 I wanna win these tickets。 しかもエアアジア本社の見学付き、私もすごく興味あります。ぜひこちらを優勝していった方、Vlog でしっかり収めてください。今お猿さんがエアアジアの本社をググってるんですけれど、すごいらしいです。お猿さん留学動画出したらかなりバイアスかかってるから優勝できるかもよ。私が行きたいから、チカトモ賞勝ったら私と1時間スカイプということで、 We've got so many amazing prizes for you and we cannot wait to see all of your videos because I know they're gonna be great. 毎年皆さんの動画がもう楽しみで、本当に面白くいろいろと見させてもらっています。今年は何本集まるだろう。そして先ほどもお伝えしたように、まあ、今留学していなくても留学経験があって、こういう留学の仕方が後で役に立つよというようなキャリア目線の留学ストーリーもぜひお聞きしたいので、本当に幅広く参加していただければと思います。動画作り結構大変だと思います。でも、まあ、やることによって、まあ、この前アップした動画じゃないですけれど、新しいことにチャレンジしてみる、それによって、まあ、結果がどうであろうが勉強になるし、成長にもつながるし、人に何かを伝えたい、自分が発信したいことを伝えるための工夫っていうのはすごく勉強になるので、ぜひ動画作りにチャレンジしてみていただきたいです。私からの Tips は、まあ、なるべくカメラをちゃんと安定して撮っていただきたいです。目で見てるのと動画を通して見てるのって全然感覚が違うので、なるべくゆっくりゆっくり、もうすごいたるいって思うぐらいゆっくりいろいろと見せて、後からカットしたり早回ししたりするのはいくらでもできるので、とにかく見せたいものをしっかり見せるっていうのを意識しながら撮影をすると、後から編集がすごく楽になると思います。でもあまりそんなことは、技術的なところはそこまで気にしないで、もう楽しんでもらって、なんかこういうのやってみたかったと思っている人たちにきっかけになればと思っています。去年ちかとも留学生活の方で、はるなちゃんとみりちゃんがその動画の Tips をアップしてますので、よかったらそちらをチェックしてみてください。 So lots of information for you guys, lots of videos for you to watch and a lot more coming your way. まだいろいろとアップする動画たくさんありますので、楽しみに待っててください。編集頑張ります。プリンがすごい寝てるの。 Pudding's taking a nap and she's being so good. I feel like she knows I'm vlogging, so she's like, okay, I'll sleep a little longer for you, mommy. Thanks, baby. Thank you guys so much for watching. I hope a bunch of you participate and yeah, we can't wait to see your videos.